どうも皆さん、今期今日もアニメレビューの時間だよ。あともうちょっと頑張れば学生さんは夏休みやな。夏休み、私にとってはもう遠い日の出来事だよ。最後にきちんと夏休み味わったのはもう十数年前のことですからね。でも夏休みの思い出ってあんまりないんだよね。小学生くらいの時はおばあちゃんの家に行くみたいなのがパターン化してたんだけど、中学生以降は何してたかなってくらい記憶が薄いんだよ。青春の思い出はないんか？ないね。学生のみんな、こうならへんように夏休みの思い出はたくさん作るんやで。そんなわけで今日のレビューはこちら、永遠の831だよ。831、なんか文字だけ見ると野菜って呼んじゃう感じやな。この作品、知名度は恐ろしく低いと思うんだよ。こういうアニメレビューとかやってると Twitter とかでも自然とアニメの情報は集まってくるし、私も積極的にアニメの情報は仕入れてるんだけどさ、この作品の存在をつい最近まで知らなかったんだ。一体どうして？ジャンルとしてはアニメ映画なんだけど、先にワウワウで2022年10月に放送されたんだよね。ワウワウアニメですか？昔ならともかく最近はワウワウに入ってるって人も減りましたからね。2023年3月には劇場公開もされたみたいなんだけど、私は存在すら知らなかったんだ。全然話題にならへんかったんか。この作品は攻殻機動隊や東のエデンで有名な神山健二監督によるオリジナル作品なんだ。神山健二監督って知名度ありますよね。そんな監督の新作なのに話題にならへんかったん？神山健二監督の前作である昼寝姫が結構アレな作品だったから、世間の注目度みたいなのも落ちちゃったのかもね。残念やな。でも内容を見ると話題にならなかったのも納得なんだよね。見終わって1週間すると内容のほとんどを忘れるほど薄くて浅い作品なんだ。むしろ内容よりもおばあちゃんの印象が強すぎるんだよ。おばあちゃんが主人公なん？いや、主人公はこいつ。なんか地味やな。キャラクターデザインは全体的に地味なんだよね。フル CG で描かれてるせいもあるんだけど、モデリングも甘くてデザイン性も薄いからキャラの見た目のインパクトがまるでないんだ。そのおばあちゃんはメインキャラなん？いや、出番としては5分もないと思う。そんな5分も出とらんおばあちゃんの印象が作品の内容の印象を超えるん？これフル CG だからってのもあると思うんだ。いわゆるモーションキャプチャーを利用してるらしくて、キャラクターたちは異様にヌルヌルと動くんだ。あー、モーションキャプチャーですか。なんか独特の感じ生まれますよね。洋画とかだと積極的にモーションキャプチャー利用してて、アニメでも利用してる作品は多いんだ。モーションキャプチャーを実際の人間の動きを取り入れて、そこに CG とか作画の皮をかぶせるような感じのやり方で、実際の人間の動きを取り入れてるからこそ自然で細かい動きも描かれるんだ。独特のヌルヌル感ありますよね。スポーツアニメとかやとそれがリアルな感じで結構良かったりするんやけど、この作品クオリティがシンプルに低いんだよね。 CG のクオリティも最近のアニメっていうより10年くらい前のものに見えるようなもので、ヌルヌルと動いてはいるんだけど、そのヌルヌルさが欠点になってる。ほう。シンプルに言えば動きすぎてるんだよ。なんてことないシーンでもゆらーってキャラクターが動いてて、それが不気味の谷のような違和感と気持ち悪さを生んでるんだ。見てると寄ってきそうやな。アクションシーンとかもほとんどないから、そのモーションキャプチャーとフル CG の良さが生きてるわけでもない。その動きの面白さが一番生きてるのがおばあちゃんなんだ。モーションキャプチャー利用して一番面白いのがおばあちゃんなん？主人公は新聞配達員をしてるんだけど、その配達先の一つのおばあちゃんなんだ。このおばあちゃん、いつも新聞を心待ちにしてて、玄関先で主人公を待ち受けてるんだ。待ち受けてるって？そんなおばあちゃんと主人公がなんてことない会話をするんだけど、このおばあちゃんがもうゆら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 めっちゃゆらゆらしてるんだよ。実際におばあちゃんモーションキャプチャーしたん？この作品のキャラクターたちの中で一番動いてるんだよね。ヌルーっとゆらゆらっと喋りながらおばあちゃんがヌルヌルと動く様がツボに入っちゃったんだ。妙なツボにはまりましたね。結局制作側がフル CG っていうものとモーションキャプチャーっていうものをアニメーションとしての面白さにしきれてないんだ。だからおばあちゃんが無駄に動いちゃってる。シュールやな。ストーリーも何がしたかったんだレベルなんだよ。そこまで？この世界の日本は未曾有の大厄災があったらしいんだ。精神的にも経済的にも困窮してる日本、主人公も経済的に苦しくて新聞小学生制度を利用して上京し大学生をしてるんだ。何？その未曾有の大厄災って？おそらくは東日本大震災のことを指してるんだと思うんだけど、なんか変に言葉を濁してるんだよね。主人公は止まった時間を脱出するための苔の時間を過ごしたらしいんだ。あかん、全然頭に入ってこうへん。そうなんだよ。冒頭は主人公が自分がどんな状況で日本がどんな感じでこのキャラクターがどういうキャラでってモノローグで説明してくれるんだ。心の声やな。なんかこの手法自体も鈴宮春日の憂鬱が流行った頃はよくあったんだけど、久しぶりにこんなモノローグまみれの作品を見たなって感じるほど手法が古い。監督のセンスの問題ですかね。まるでラノベでも読んでるような感じなんだ。ちなみにこの冒頭で紹介されるおばあちゃんだったり
同じ新聞配達店で働く同僚とか店長はほとんど物語の中で意味をなさないよ。はあ。店長とか謎にセクシーで日笠陽子さんが演じてるんだけど、特に物語では必要がない。こんなメインキャラみたいな見た目しとるのに。うん、存在意義がないキャラが多いんだ。なんやねんこの作品。主人公はとある特殊能力を持ってるんだ。理不尽な怒りや恐怖にさらされるとなぜか世界の時が止まってしまうんだ。おお、なんかようやく面白くなりそうやん。任意でその能力を使うことはできないし、一度発動するとどれくらい止められるのかもわからないし、能力の解除も自分の意思ではできない。厄介な能力やな。そんな能力を使って何すると思う？なんやろ、エッチなことでもするん？新聞代の集金だよ。は？新聞配達員をしてる主人公は集金の中で滞納してる客から集金しないといけないんだ。でも滞納してる客は厄介でなかなか払ってくれない。中には10年くらい払ってない客もいるんだ。いや、10年払っとらんのなら10年経つ前に新聞の配達やめればええんでは。厄介な客に理不尽に怒られると主人公以外の時が止まる。その世界で主人公はこっそり家の中に入ってお金を回収するんだ。泥棒やんけ。時間停止能力を使ってやることがセコいんだよね。この新聞配達員としての日常と集金パートを30分くらい見せられるんだ。ちなみに映画自体の尺は105分くらいしかない。いや、何この作品、無意味な新聞配達員パートで3分の1くらい尺使っとるやん。これで新聞屋さんの小学制度を利用した大学生の青春日常物語みたいな内容ならわかるんだけど、この作品の主軸はそこじゃないんだ。ほう。831戦線という半グレ集団が政治家の誘拐っていうテロ行為を行うって日本政府に予告してるんだ。話の方向性がいきなり変わってきたな。テロ組織曰く停滞してまるで時間が止まってしまったかのような日本の政治。そんな日本の政治を夏休みに例えて8月31日を通り過ぎようみたいな意味で831戦線って名乗ってるらしいんだ。なんかこうわかるようなわからへんような。半グレ組織の中にも時間を止める能力を持つ者がいるんだ。お、時間停止能力者同士のバトルが始まるんか。もう一人の時間停止能力者は誰なのか、時間停止した世界で動けた少女は誰なのか、テロ組織と主人公がなかなか合わないまま物語は中盤を迎えるんだ。もう半分。主人公も日本の政治と同じくどこか停滞してしまってるんだ。彼は過去に同級生の罪をチクった結果8月31日にそんな同級生が自殺してしまってるんだ。なるほど、テロ組織の目的とどこか被る感じなんやな。うん、そういうのを描きたいのはわかるんだけど、主人公の自殺した同級生は生徒会の活動費を盗んでるんだよね。何のどうしようもでけへんな。主人公自体も滞納してるとはいえ能力使ってお金盗んでるし、キャラクターたちに感情移入も共感もできずに、なんかこういつまで経っても俯瞰して作品を見ちゃう感じなんだ。何がしたいんよこの作品。ようやく中盤でテロ組織のリーダーの妹と出会うんだ。彼女は主人公と同じ能力を持ってる。ようやく出会うんか、遅いで。彼女の境遇を知りテロ組織に自分の能力も知られてしまうんだ。彼は自分の正義を能力をどう使えばいいのか悩むんだ。テロ組織のメンバーも日本の政治や社会のせいで犠牲になっている若者なんだ。なんか全部ふわっとしとるな。親に虐待されてましたよとか、日本の政治家のせいで父親が死ぬましたよとか、悲しい過去が描かれはするんだけど心底どうでもいい感じなんだよね。くさ。彼らの正義を聞き主人公がどういう選択を取るのか、そういうことをやりたいのはわかるんだ。でも結局は制作側のそういう政治的な思想を描いてるに過ぎないんだよね。政治的な思想？簡単に言えば左翼臭が漂う映画なんだよ。ああ、なるほど。別にそういう思想があるのは構わないんだ。アニメのクリエイターの中にはそういう思想を持つ人もいて、作品の中にそれが現れてる人もいる。反戦みたいな作品は結構ありますよね。若者が犠牲になってるのは今の日本の政治が作り出した社会構造のせいで、敗戦国による洗脳教育や報道のせいだってテロ組織のリーダーが語るんだけどさ、まあ浅いこと浅いこと。くさ。尺の3分の1を新聞配達員としての日常に使ってるから彼らの掘り下げや心理描写が浅いんだよね。なんかどこかで聞きかじったばかりのツイッターアカウント解説1ヶ月目の左翼ツイッターアカウントみたいな薄いツイートみたいなセリフばっかりなんだ。なんかこう察しますね。そういうメッセージを描きたいなら新聞配達員の日常パートはいらないし、描くにしても30分も使う必要性はない。せやな。そのせいで終盤めちゃくちゃなんだよ。テロ組織のリーダーとヒロインの父の敵ともいえる現在の首相を時間停止空間の中で誘拐するんだ。お、ようやく話が動き出したな。あっさりテロ組織の作戦は成功して彼らは株で大儲けするんだ。結局お金儲けなん？主人公もよく理解してない中で彼は新聞配達員としての日常に戻るんだ。何も変われず相変わらず新聞代は踏み倒される。テロのアトネットでいろいろ調べてヒロインの父に何があったのかとか知るんだよ。
ネットで調べて知るっていうのもツイッターアカウントっぽいな。テロ組織が起こした行動も日本の政治に大きな影響を与えたわけではないんだ。結局テロ組織が大儲けしたくらいで主人公にも変化がない。自分の能力を何に使えばいいのかもわからず、テロ組織と首相の会話の動画を持ってるんだけど、それをネットで公開するかどうか迷ったりはするんだ。お、それでテロ組織と首相がつながってるみたいな流れになるんか？ならないよ。彼の元にはテロ組織から分け前、仕事の報酬としてバイキンと拳銃がメッセージとともに送られてくるんだ。永遠の8月31日は自分で終わらせろ。いや、どういう意味や。そんなテロ組織のリーダーのメッセージに主人公はまた戸惑うけど何もしないんだ。政変の回。テロ組織のリーダーはまだ何かを企んでるみたいなんだけど、最後は主人公とヒロインが時間停止空間の再会して終わるんだ。は？主人公は言うんだ。僕はもう一度自分の意思で時間を動かしてみようと思うんだ。君と。いやいやいや、どういうことやねん。わかんないんだよね。そもそもヒロインと主人公が会話した時間って10分にも満たないんだよ。ボーイミーツガールとして脚本が機能してるわけでもない。そういう結論に至るまでの過程が描かれとらへんのやな。結局105分って尺の中で要素を生かしきれてないんだ。未曾有の災害を乗り越えた日本、時間停止能力を持つ主人公とヒロイン、停滞した日本の政治を変えようとするテロ組織、新聞配達員、この一つ一つの要素を全く活かせてない。なんかほんま何この作品ってなりますね。テレビアニメで2クールくらいかけて描かれてれば違ったと思うけどね。要素としては悪くない感じなんやな。結局ハイパー無駄動きヌルヌル、おばあちゃんの印象しか残らないんだ。あかん、おばあちゃんのヌルヌル具合だけでも見てみたくなってくる。神山監督は来年指輪物語を題材にしたアニメ映画を手掛けるみたいなんだけど、どうなることやら。2度あることは3度あるにならへんとええな。ではまた次回。じゃん。